はい、皆さんこんにちは、リョウです。今回は、キングスレイドの今度のアップデート、3月9日のアップデートで配布されるアイテムというか、ログインボーナスだったりだとか、イベント報酬でもらえる、専用武器、宝物の移転チケットの使い方について、ちょっとね、簡単にお話をしておきたいなというふうに思います。で、少し前私、まあ、全コンテンツ対応型っていう、まあ、私自身がね、一番力を入れてる動画シリーズの最新版を更新させていただいたんだけど、まあ、初動もね、結構、まあ、悪くないかなっていう感じがしてるので、結構多くの方がね、まあ、キャラクター移転どうしようかなとかって、いろいろ考えてもらえてるところかなと思うんだけど、その、移転をするとか、新しくそのもらえる5凸の専用装備チケットとかを、こう、どういうものに使うといいのかっていうところの話なんだけど、どのキャラに使うかじゃなくて、何に交換するといいかとかっていうところのお話をちょっとだけね、しておきます。まあ、特にだけど直近で始められた方からすると、今までそういうチケット使ったことないとか、凸チケットなんかも使ったことないし、移転チケットも使ったことないっていう方もいると思うんで、私がもうちょっと注意点をね、ざっくりお話ししておきたいなと思います。あ、ちなみに、これのことね、これ。3周年記念スペシャルログインボードってやつで、この1日目に専用装備チケット、これ5凸なんでね、5凸の専用装備チケットと、5超越の英雄チケットっていうのがもらえます。で、5超越の英雄チケットに関しては、まあ、直近で始められた方は欲しいキャラクター取ってもらったらいいかなと思うんだけど、これ全キャラクター取得するまでチケット温存しておくと、一応武器、のかけら、専用武器のかけらに、変換できるものになってます。多分750かな、今は。なんでまあ、一応温存しといたら、そういう使い方もできるよと。釈明まで、が対象になるんだけど、まあ要は100体キャラちゃんと持ってる人が、このチケットを持ってたら、武器チケット、0.75 枚分かな ?750 のかけら分に相当しますっていうのだけ、ちょっと余談でお伝えしておきます。まあ普通に使っちゃえばいいと思う。で、この5凸の専用装備に関してなんだけど、これ、専用装備チケットだから、武器と宝物が選べます。まあ、この、どれ?これだね。うん。こうやって1キャラに対して1本の武器と4本の宝物がある状態になるんだけど、ここでちょっと新規さんは注意してもらいたいなと思うのが、キングスレイドの専用武器の価値と宝物の価値、どっちが、価値があるのかっていうお話をちょこっとしとこうかなと思うんだけど、これ私のアカウントの4凸5凸の専用武器の数。ざっくりこのぐらいあります。赤いね。結構赤い。正直言うと結構断捨離もしてる。もう捨てちゃった。分解しちゃったキャラクター。何体か私実は 5凸になったキャラクターいるんだけど、まあ、大体今このぐらい私いて、じゃあ、宝物はっていうと、1枚目が埋まってて2枚目の途中、頭までぐらいしかない。このぐらいしかないんだよね。うん、でこれ当たり前の話で、例えば今って宝物チケットの獲得の数量は武器よりも比較的多いんだけど、原則的に1キャラに対して 4つの宝物があるゲームだから、宝物の需要の方がはるかに多いわけだよね。だから専用武器が1枚に対して、専用宝物が1枚のペースではやっぱり追いつかなくて、そういう風に考えていくと宝物と交換した方が価値があるよねっていう話になります。で、宝物自体は入手場所が確かに増えてるんだよね。例えばビクトリーショップ少し前改編入って、昔は専用武器しか選べなかったんだけど、今はこの専用宝物チケットとどっちでも選べるようになりました。で、ゲーム内では同じ価値観で動いてるんだけど、で、同じショップでもね、一応かけら週あたり200かな獲得できるんだけど、分解をするとさ、1個につき専用武器は250、つまり4本の武器を分解すれば1本のチケットに換算できるんだけど、宝物は1個につき200なんだよね。ってことは5個の宝物を分解してようやく1枚のチケットになるわけだから、実際のゲーム内の価値はずれてるはずなのに、販売物だったりだとかそういうものに関しては原則的には同じものとして扱われています。だから宝物と交換した方が、より価値があるという見方ができるので、その部分一つ注意をしておいてください。ディーラー運用させたいから、とにかくまあ宝物を交換するよりも武器のごとつ作った方がダメージは出やすいっていう、その部分は絶対的にあるんだけど、
ちょっともったいない使い方になりかねないかなって気がするから、宝物のごとつに交換した方が、まあ、価値があるよっていう話だけは覚えててください。どっちに使うかはもうユーザーさんの判断でいいんだけど、個人的にはちょっともったいないかなって思う。で、もう一つ、その、これはイベント内容でもらえる、この専用武器、覚醒移転チケット。これはまあ、釈明限定のものだけど、こういうのが、もらえるようになります。で、これは、じゃあ、どうしたらいいっていう話が出ると思うんだけど、移転、どうでも移転したいキャラクターがいる人はもう使っちゃってください。それでいいと思う。なんだけど、まあ、移転するかどうかっていうほどじゃないかな、まだっていう方は、しばらく温存しておくのをお勧めします。で、なぜかというと、最近キングスレイドってキャラクター修正のやり方が昔とちょっと変わってきてて、これちょっと前にあったやつだね。ロイ、セリア、チェイス。これらが修正かかりました。で、少し前は、アルテミアとシアと、グレモリーかな ?3 体が修正かかったんだけど、結構がっつりした修正が入ってんだよね、最近。で、まあ、修正内容に微妙に不服があるような中身のものも一部あったりはするんだけど、原則的に現環境に追いつくための修正を今運営は考えてやっています。だいたい2月に1回ぐらい来るのかな?うん、そのぐらいの頻度かなって今は思うんだけど、それによって現環境にまたポッと現れてくる過去のキャラクターっていうのが生まれてくる可能性があるので、移転チケットが自由に使えるっていうのは結構魅力だったりします。うん。で、まあ、ソウルウェポンまで強化してるキャラクターかどうかとか、そもそもソウルウェポン持ってる持ってないとか、ソウルウェポンの移転ができるできないとかっていう話もあって、今はソウルウェポンの移転チケットは配る予定はないと思うんだけど、いずれにせよ、その専用武器とか宝物の移転チケットっていうものも、その環境に適したキャラクターを使ってスムーズにゲーム進めたい人にとってはかなり重要な資源になります。なので、そのあたりをしっかり踏まえた上で、まあ、今すぐ使っちゃうのか、一旦温存するのかとか、その専用装備の、交換チケット、ごとつのもの、まあ、ごとつっていうのがすげえよな。今までないよね。3凸が限界だったんだけど、ごとつの配布があるっていうことなんで、まあ、個人的には嬉しい限りかなって思うんだけど、その専用武器と宝物だと、宝物の方が入手機会が少ない。入手機会は多いんだけど、比率的に見たら、本来だったら武器が1本、宝物は4種類あるわけだから、宝物の方がやっぱりその凸を進める上で、ハードルが高いっていうその部分はしっかり抑えた上で、使い道を検討していただけたらと思います。はい。まあ、いずれにせよ、全コンテンツ対応型、ね、まだまだね、これから始める方にも見てもらえたらな、っていうふうに思ってるし、そこでまた疑問に思ったことを、ちょっとコメントは上げてないんだけど、ちょっと聞いてみたいことがあるよっていう方なんかは、ぜひね、こっちの方の動画でも結構ですので、どんどんコメントの方いただけたらお答えしてい、きたいな、というふうに思っております。はい。というわけで、まあ、キングスレイドに関してもね、また、オールベルの3周年記念、に関連した形で、アップデートのあたりなんかは、配信の方をやっていきたいと思いますので、お時間あったらぜひ遊びに来てやっていただけたらと思います。今回は以上となります。ではでは。